南沼海老、南沼海老、南沼海老、学名は10脚目沼海ビ化に分類されるエビの一種。産卵も淡水中で行い、一生を淡水域で過ごす陸風型の沼海老である。日本、静岡県八重洲市伊勢、琵琶湖以南、朝鮮半島、台湾、中国に分布する。本種の自然分布域外を含む日本各地に定着した。 代わり沼エビ族の外来エビは別種であると考えられている、口述。体長は、オスは2 0ミ、mm、リメートル、メスでも3 0ト、mm、ル未満で、ヤマト沼エビよりもずっと小型である。学角は長く、巨子状の棘が、上縁に8から20、通常13から15個、下縁に0から9、通常3から6個あるが、先端付近には棘がない。個体の不足は短く、 この内前の2体は先端に小さなハサミがある。背中の真ん中には白っぽい太い線が尾まで走り、線を挟むように葉の地型の縞模様が並ぶ。若い個体やオスは全身が半透明で他のエビと区別しにくいが、メスの生体の体色は変異は大きく、茶色や緑黒色の個体もいる。流れの緩い川や池の水草が多いところに生息する。 ダムなどの建設は、トヌ沼海老などの分布域を狭めるが、逆に南沼海老にとっては、生息に適した場所となる。雑食性で、生物の死骸や藻類、デトリタスなど、何でも食べるが、生きた小動物を襲うことはない。ふわしのハサミで餌を小さくちぎり、忙しく口に運ぶ動作を繰り返す。小さな海上の餌は、顎足とふわしで抱き込み、 大顎でかじって食べる。繁殖期は春から夏で、メスは冬の間に卵巣を肥大させ、背中側が新緑色に色づく。交尾を得たメスは1ミリメートルほどの卵を38から130個ほど産卵するが、これはヤマトヌマエビなどと比べて大粒、少数ある。卵は孵化するまでメスが腹足に抱え込んで保護する。卵は最初は新緑色をしているが、 やがて褐色になり、妖精の姿が透けて見えるようになる。南沼エビは卵の中で妖精期を過ごし、体長2ミリメートルほどのチエビで孵化する。孵化直後のチエビは汚染が未発達で、退色は半透明の白色をしている。チエビは海へ降りることなく淡水中で成長する。この点は海で成長して川に遡上する両側海夕型の山ヌ沼エビと異なる。 寿命は約一年で、メスは一回数回の産卵をした後に死んでしまう。ツエビ、タエビなどと呼ばれ、スジエビなどと共に釣りの一系として利用される。他方でアクアリウムでの鑑賞用やタンクメイトとしても利用されるようになった。2000年頃から本種の自然分布域外を含む日本各地において、代わりまエビー族のエビが収集されるようになった。 2003年には、兵庫県務、前川水系で、中国固有のヒルミミズ類の一種であるエビヤドリミズ、ホルトドララストランケイテスが付着した、河合沼エビ属のエビが発見され、釣り絵用に、中国から輸入された、淡水エビが川に逃げ出したことが示唆された。当初はこれらの外来エビがの足とみなされたため、日本で採集された、河合沼エビ属が2つのクレードから構成されることに、 着目し、内関東以北に分布しない一つを、日本固有亜種、ニオカリオナ電気器新た電気ア新たとして定義するべく、研究が進められたが、その後二つのクレードに属するハプロタイプが、それぞれ朝鮮半島、台湾、中国において発見され、日本の在来個体群を固有亜種として定義することは、できなかった。このことから、本種の自然分布域外を含む日本各地に定着した。 代わり沼エビ族の外来エビは別種であると考えられている208年現在水槽内の藻類や水垢などを食べて水槽の掃除役をこなすタンクメイトとして知られている苔飼料を与えると群がってくる仕草も愛嬌があり特に餌をやらなくても水槽内に十分に藻類が繁殖ていればそれを食べて生き残ることができる水温への適応も一摂取三十度程度と 幅広い。水面が凍るほどの寒さでも生き延び、夏でも風通しの良い日陰なら、大抵耐えられる。ただし自分より大きな魚がいると物陰に隠れてしまうし、小型なので捕食されやすい。同じ水槽で飼うならメダカなどの小魚か、土壌類などのおとなしい魚が良い。親にイラミなどの肉食魚と、混泳させないのはもちろんだが、土壌類でも仏土壌は、 南沼エビが好物なので要注意である。また水温変化に強いとはいえ、大多数の生物と同じく急激な水温変化には弱い。飼育寿命は1年ほどであるが、山と沼エビと異なり、淡水で繁殖できるため、複数個体をうまく飼育すると水槽内でどんどん繁殖する。場合によっては繁殖の質疑に注意が必要なほどである。ヒーターをつけない水槽では春から 秋まで繁殖するが、ヒーターで加温した水槽は1年を通して産卵し、体長 16mm くらいの放卵個体も見られる。小魚と飼っている場合は、孵化直後の血エビが捕食され、安いので、水草や石などで隠れが多く作ると良い。また、気づくことはなくとも、フィルターなどのろ過器に吸い込まれることがあるため、吸引力の強いろ過器では、治療吸い込み防止のスポンジや、 スポンジフィルターの使用が必要になる。水槽の苔掃除薬として、ヤマトヌマエビ同様重宝されるが、本種は小型種なのでチエビなど小型の個体は、ヤマトヌマエビに捕食されることもあり、繁殖を期する場合は、ヤマトヌマエビと混営させないが良い。体が小さいため苔取りの能力は、ヤマトヌマエビの1、3程度とされる。ただし、ヤマトヌマエビは、 水槽内では繁殖しないのに対し南沼エビは繁殖するため世代を超えて水槽内でのコケ取り期待できる。日本の環境省レトリストには記載されていない。島根県と鹿児島県は種としてのを純絶滅危惧種に指定している。愛媛県はキャラダイナデンナ電気キアレットという存在しない種を純絶滅危惧種に指定している。キャラダインナは姫沼エビ属を示す。滋賀県は アッシュとしての、にオかれドうな電気キャラタ電気キャラタを、絶滅危惧種に指定しているが、戦術の通り定義はなされていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。